台車の部分であるとかかなりの特許数に及んで、それをアメリカ、ロシア、ブラジル、ヨーロッパ、日本で特許申請をし、ここで問題なのは日本です、ね、川崎重工や、JR 東日本や、日立製作所はですね、今アメリカのカリフォルニア、川崎重工はアメリカでは特許は持ってないんですよ、新幹線に関する。ところが中国がそれ新幹線に関する いろんな特許申請をした場合どうなるのか。で中国は、鉄道省が丸がかりでやってるもんですから、設計施工運行管理まで鉄道省がやるんで、スピードが速くて車両の価格も他の国より2割安いということになって、もしも特許が認められちゃったりした日には